味付けはコンソメと味噌を入れます。具材はくし切りにした玉ねぎ、細切りにしたベーコン、半分に切ったプチトマトを入れます。あとは1分ほど煮立たせて火を止めてスープジャーに移して完成です。トマトと玉ねぎの味をスープに出したかったので少し煮立たせました。